どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。じゃあやっていきましょう、かくれんぼ。今回参加してくださるのはこちらの方々です。どうぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。ってことで俺はね、残り3分になるまでちょっと待っとかなきゃいけないんでね、その間、隠れる方々の動画をご覧ください。どうぞ。お、ペガさんいいですねそれ。なんかすぐに行ける、すぐなんか隠れると決めれそう。移動早いからいいっすね。こう先陣を切る感じで、まあでもほんとこういう時にやっぱドラえもんのなんか、ね、秘密の道具とかあればね、結構優位に隠れられる。あー確かに。てってれてっててーてってーテレペガサみたいなねテレペガサなんだ。パンツしか喋れない。そう、パンツしか喋れないことをうまく使いこの場をしのぐっていうね。いいと思いますよ。いやどうだろう、いいとこあるかな。これ動く床にしようかなと思ったんですけど、これ結構難しいですね。ずっと頑張ってないといけないから。そう、僕今、そう、ね、そう、僕も今それでやってみようかなと思ったらできませんでした。いや難しいですよねこれ。難しいのか。でもちょっと出っ張りがあるんで、出っ張りのところにいればいきますね。はいはいはい、なるほど。今回ちょっと動くとこにしてみようかな。よいしょ。動く床でもいいと思うけど、ここにしようかな。いやーちょっと決まってないからもういいや。もう適当に塗ってないとこでいいや俺今回も。いやちなみに僕は動く床にしました。あ、僕も動く床にしました。動く床した決まりました。よーし、動く。いやどうだろうこれ、怖えな。皆さん皆さんでも動かない床にしたんですか。動く床にします。動く床にします。みんな動く床にしますか。じゃあ今回みんな動くのかみんな動く、頑張ってなんかイカに捕まりながらみたいな感じで。なるほど。イカ状態でなんとか壁に捕まって。スタート。よし。ここら辺ね、塗ってるのが意外と怪しいんだよね。これいねえか。でね、前回やった時ね、ここがねすごい盲点というかね、結構やばいポイントだったんで、ここ、あ、いた。チェスチェス、ダンさん。落ちろ落ちろ。やばいやばいやばい、もう早速俺、あ、おっと、落ちろ、危ない危ない、落ちろ落ちろ、怖い怖い怖い、あー、あー、バレたバレた、あ、煽られてる。さようなら。早すぎ。そう、あそこのね、角っていうのがね、結構ね、鬼門というか、ほら、いるんだよ、やっぱり。え、これ、動く床作戦ダメかもしれないですか。あー、じゃあやっぱり動かない床作戦。あー、やられた、やられた。だって、そこさ、すげえ隠れやすい場所なんだもん。俺はね、ここ前回ね、かくれんぼでやってるからね、すごい学んだんだよね。いや、これダメじゃないですか。え、マジか。じゃあ動かない床作戦の方が良かったのかな。一致バレてた、俺、あぶねえ。ペガさん、生きてますね。あの、インク下に塗られたんですけど、生きてました。おぉおぉ、奇跡。それは、強い。いいですね。パンツのミラクル。なるほど、さすがパンツは世界を救う。パンツは世界を救う。パンツは世界を救う。さすが、違いますね。さすがいつもブリーフを履いているテレベガさん。素晴らしい。ブリーフですね。いつもブリーフですね。いつもブリーフ、ブリーフ。うん、あとはどこだ？こっち塗られてねえってことはこっち側はいねえな、だったら。ここに2人っていう可能性もなきにしもあらずんば。ほらね。超煽っていくスタイルで。えっす、テレペガさん、みっけ。あ、やばいやばい。いうえお、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 あ、だめだ。すごい、バレました、バレました。あー、バレた。ペガさん、アウト。やばい
やばいやばい、動く床作戦はちょっとどうなんだこれ。残りプチッと系実況者プチプチです。最後の希望ですよ、頑張ってください。最後の希望ですよ。でもその最後の希望はプチッと砕かれる。それが僕のやり方です。決めていきますね。いいですね。やべ、1分半で3人見っけた。ないかってことは、自軍側かな。自軍側というか、まあ敵軍側だね。いやでもインク塗ってないところにいるっていうのもあるからな今回。上級者テクニック。あ、これでもバレないんじゃない。おっとおっと、こっち危ないよ。おっと、てますよ。頑張れ頑張れ、え、頑張れ、ブルースさん。頑張れ、どっちの味方だよ。俺を応援して。あと1分か、やばいな。すげえ、なんかピチピチ跳ねてる。どこだろう、プチピチさん。違うとかいそうだな。俺を応援してくれ。ああ、いけいけいけますよ。やばい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 。危ない。逆サイ行った。よし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 。逆サイ行った。え？ああ、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 え？え？おっと？運が良すぎる。ええ。なんでもう危ない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 、ギリ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 、やばいやばいやばいよ。大丈夫大丈夫っぽいよ。違うとかいそうだな。いねえか。いやーきつい。やー、これオールキルできればやりたかったな。プチプチさんがいねえ、マジで。いやー、ダメだ、見つかんない。あー、くそ。おい、ね、やった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 。ナイスー。イエーイ。とっさに上のところに隠れたんですよ、僕。あ、うわー、マジかー。いやー、イエーイ。飲み方やねんって。あとどこだろう、塗ってないとしたら。あ、なんか今分かった気がする。いやー、ちょっとこれは皆さんのところ行きましょう。どうもひもいなで。いやー、もう3人とも、もうそこはもうあれですよ、鬼門ですよ。ミルサさん、僕最初そこは余裕ですよ。ミルサさん、僕最初塗られましたよ。マジっすか。塗られてやばいってなって、僕動く床にいたんですよ。ミルサさん左側から塗ってて右側にいたんですけど、ちょうど塗られてで動き始めて、僕それなんか下が下だったのが、なんて言うんだろう、塗られたところが上になったんで、ギリギリ塗ってたところが下になったんで、ギリギリセーフだったんですよ。あー、そっか、あそこか。いや、固まってたか、やっぱり。はい、ということで、かくれんぼいかがでしたでしょうか。まあ結果はね、3キルで1人逃したってことで、実質的には僕の勝ちです、ルール上は。でもまあ、プチプチさんはね、あんな超僅差で見逃すというね、ちょっと失態を犯してしまったのは不覚ですね、僕は本当に。いやー、バカ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 。というわけで、楽しんでいただけましたでしょうか。もしこの動画が面白いと思ってもらえれば、高評価&チャンネル登録などなどよろしくお願いします。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。